地下監獄の出入り口、ジュン様の背後に主様がおられます。お目覚めになられたのですね。はあ、よかった。おや、主様、何かを狙っておられるような。一体何を。主様、急に何を。いけませんよ、あまりみだりに女性の顔に触れては。あれ、ジュン様の動きがピタリと止まりましたね。どうして。ええ、なんというか、今のジュン様は隙だらけでございますね。先ほどまではどうあがいても勝ち目のない難敵に思えたのに。なんてことをするんだ少年、ひどい。兜返して。素顔を見られると私は。おお、主様が謝りながらジュン様に体当たりを。ジュン様、バランスを崩して階段を転げ落ちましたね。大丈夫でしょうか。おお、見事に目を回しておられます。なるほど、主様はジュン様と親しかったがためにその弱点も熟知しておられたのですね。機転を利かせてそこをついたようです。お見事でございます、主様。やや卑劣な気もいたしますけど。主様、素晴らしい作戦でございましたなどと解消を祝っている場合ではございませんね。ちょっと失礼して、ジュン様が牢屋の鍵を持っていないか調べます。それでペコリーヌ様を救出し即座に撤退いたしましょう。ジュン様もおっしゃっていましたが、先ほどから大勢の足音がいたします。ジュン様は格別にお強かったのでしょうけど、一般的な警備兵が相手でも多数に取り囲まれたら万事休すでございますから。え、何を根拠に。ふむふむ、主様、やけに素早く目覚められたなと思っておりましたが、どなたかが気絶していた主様を解放してくださったのですね。その方はナイトメアではそこそこの地位の持ち主で、駆けつけてきた部下に命じてこの場から遠ざけてくださったと。確かに言われてみれば大勢の足音はここから遠ざかっていきますね。不思議でございます。一体どなたが何のためにそのようなことを。ナイトメアの方とおっしゃいましたね。私たちと交流のある友様や祭り様でしょうか。けれどあの方たちだとしてもジュン様と同様に洗脳されていた可能性がございます。私たちを助けてくださるわけがないと思いますけど、それに確かあの方々はそんなに高い地位の持ち主ではなかったような。あまり家柄が良くないから王宮に入ることもできないはずでは。ふむ、ネネカ様とやらには変身能力があると聞いておりますし、あの方がナイトメアのお偉方に化けたとかでしょうか。あの方も囚われの身ですが、確か分身を動かせるのですよね。やや疑問が残りますが、考えるのは後にしましょうか。ジュン様が鍵を持っておられました。これで地下監獄の鍵が解錠できるはずでございます。
今お助けしますね、ペコリーヌ様。